なんですか。カナの言った孤児院ですか。先生は優しかったですけど、こんな性格なのでうまく馴染めなくて。何よ。確かに私はこの学園の理事長の孫よ。魔獣は私たちから見たら悪そのものだけど、彼らは彼らなりの事情があるんでしょうね。だからといって奴らを許す気なんてないけれど。先生はこの世界では私たちの先生をしているけど、先生の世界でも先生をしてるの？なんだか先生って言葉の使いすぎで頭が混乱してきちゃったよ。なんでしょう。九条殿は苦手だ。そのなんだか見透かされているようで。お疲れ様です。先日ナミさんにスキンケアについていろいろ尋ねられたのですが、私もお姉ちゃんも特別なことはしてなくって、とりあえず私たちが使っている商品をお伝えしたら喜んでいただけたみたいでしたが、あれでよかったのでしょうか。何？好きな動物？そうね、小動物は特に好き。守ってあげなきゃいけないところや日和みたいなところが